は疲れたち。ピン君、ベッド使っていいぞ。何を驚いてんだよ。ニートのくせに優しいっち。はいはい、ピン君だって今日は疲れただろ。そんなことないっち。って布団入るの早っ。おーい、寝るの早っ。ま、そりゃそうか。きっと誰よりも心配してただろうしな。あれ、起きてんのか。だよ、寝言か。大丈夫だよピンク。さっきのこと必ず見つけるから。サンちゃん、俺は俺で夜の秋葉を探すとするか。その格好、自警団。はい、秋葉原自警団のミラクル団員、ホオズキアオイです。ホオズキって、え？いつもお姉ちゃんがお世話になっています。アカリの妹？はい、ホオズキアカリは私の双子の姉です。アカリに妹がいたんだ。ふつつか者の妹ですが、どうぞよろしくお願いします。え、ああ、こっちこそよろしくな。でも双子って似ているようで全然似てないんだ。どういう意味でしょうか。ほら、身長とか一緒だろ。でも雰囲気が真逆っていうか、なんていうか。よく言われます。だからお姉ちゃんは私を自警団に誘ってくれたんです。こんな私にも友達ができるようにって。そっか、あかりもお姉ちゃんらしいとこあるんだな。団長もお姉ちゃんも少し変わってるけど、みんないい人なんです。自警団は自警団で仲良くやってるんだ。でも副団長のことだけはよくわかりません。そうなのか。まだ付き合いが浅いから。そっか、でも瑞希はいいやつだぞ。頭もいいし運動もできるんだ。高校の時なんて生徒会副会長だぞ。みんなからの信頼も厚い男だ。だからきっとすぐ仲良くなれるって。あの、もしかして朝日さんは。まあ俺のことは呼び捨てでいいよ。え、それにあかりみたいにタメ語で平気だから、まあ無理にとは言わないけどさ。じゃあ朝日。なんだ。朝日は知り合いなの？その副団長と。知り合いなんてもんじゃないさ。俺たちはな、幼馴染なんだ。って言っても最近はいろいろあってなかなか話せてないけどな。朝日は副団長と話したい？え、そりゃ話せるなら話したいけど。僕は話すことなんてないよ。話してくれるならかな。じゃあ自警団のアジトに来る？え？アジトに来れば副団長と話せるよ。ついてきて朝日。アジトは UBX の脇道を入ったところだから。あ、ちょっと待てって。ここが自警団のアジトだよ。ここって
工事中じゃん。勝手に入って大丈夫なのか。これカモフラージュだから、ちょっと待ってて。ほら、これで通れるよ。ここだよ。妄想宮の入り口？こんなとこにもあったなんて。違う、ここは壊れた妄想の跡地。普通の人じゃ入れないからアジトにさせてもらってるの。なるほど、ここだったら確かに一般人には気づかれないな。自警団のアジト案内するね。行こう、アサヒ。ここが私たちのアジト。奥は倉庫にしているの。へえ、うまいことを利用してんだな。ようこそ我が秋葉原自警団のアジト。団長、ただいま。お帰り、葵君。そしてよくぞ来たな、朝日君。団長。まあそう構えるな。今夜の君は客人だ、歓迎しよう。え？それにな、瑞希君は今姉君のお迎えでここにはいないの。あ、姉君無事退院したようだ。聞いていないの？まあいいだ。せっかく来たんだ、日々の因縁は忘れてゆっくりしていきたまえ。どうしたんだよ団長、なんか悪いものでも食ったのか？どうも諸君らは我々を悪の組織か何かと勘違いしているようだ。特にあの元気な子な。さっきのことか。せっかくの機会、今日はその誤解を解かせてはくれないか。我々は別に諸君らと敵対したいわけではないの。どういう意味だ？前から言っているだろう、我々は秋葉原の平和を守りたいだけだ。侵食する妄想を壊すのは我々の活動の一端に過ぎないのだ。秋葉原を守りたいというその思いのもとで皆が一つになっている。つまり我々は単純に秋葉原が大好きなだけなのだ。私も秋葉原が好き。俺だって秋葉が好きだ。だったら君もわかるだろう、妄想の侵食、秋葉原の景観や歴史を塗り替えてしまう。我々は正しい秋葉原を守るために妄想を壊しているに過ぎないのだ。だけど景観や歴史が変わっても秋葉の人たちはそのことに気づかないんじゃ。ああ、その通り。誰も妄想に侵食されていると気づかないだろう。妄想が壊れれば何もなかったことになる。覚えているものだっていないだろう。だからといって見過ごしていいのだろうか。侵食される秋葉原、変わってしまう秋葉原を、そしてその元凶とされる妄想請負人にも、とてもじゃない我々には見過ごすことなどできない。気づいてもらえなくても感謝されなくても、我々自警団本当の秋葉原を守りたい。ただそれだけなのだ。秋葉原のための自警団か。これで理解してくれたかね。ああ、秋葉原を守りたい、その気持ちは分かった。だけどどうした？だったらなんで瑞希が自警団にいるんだ？あいつの口から秋葉が好きだとかそんな話聞いたことないんだ。君たちは本当にお互いのことをよく分かっているのだ。そして近すぎるがゆえ全てが分かったつもりになっている。つもりに？君の近くにもいただろう。友達が欲しかったんだよね。ずっとずっと寂しかったんだよね。私と友達になろう。一緒に正しい世界へ戻りましょう。こんな場所に
いつまでもいたらいけないの。こんな場所ですって、どこで何を聞いたのか知らないけれど、あんたみたいな女に私の何がわかるの。俺もわからないよ。瑞希が何を考えてるかわからない。だったらそっとしておいてやってくれ。副団長も考えがあってのことだ。それに一人になりたい時だってある。それが人間というものだ。きっと君の友達だってそうだろ。さきも。そっとしておくのも優しさだ。さて今夜はここまでにしよう。葵くん、表までお見送りだ。うん、わかった。なあ、団長。どうした、話足りなかったか。うん、そうじゃない。ちょっとだけ見直したよ。副団長がいなくてごめんね。ああ、気にしないでいいよ。それより、案内してくれてありがとな。ううん。それじゃあ、あかりとみずきによろしくな。待って。ん？どうしたんだ？朝日はこれからどうするの？どうしたらいいんだろうな。よくわかんないや。そう。だから俺も、帰って一人で考えてみるよ。うん、わかった。じゃあおやすみ、葵。おやすみなさい。ただいま。あ、ごめん、起こしちまったか。起こされたっち。寝てていいぞ。目が冴えてきたっち。うわ、寝てろって。まあいいか。なんだかこうしてピン君と二人で話すのも珍しいな。いつもはサキがいたっち。サキのやつ、今頃どこで何してんだろうな。おいらにもわからんち。思えばサキと出会ってからいろいろなことがあったよな。最初は秋葉原駅が侵食されてたんだっけ。しかもさ、いきなり戦わされたし、アイドルの妄想を壊せたのもサキが必死に聞き込みを続けたからだよな。サキは立派なんだっち。メイドの時だってそう、中二の妄想の時だってそうだ。いつだってあいつが頑張っていた。誰よりも頑張ってたんだ。今日はちょっとだけ頑張りすぎちゃっただけっち。だったら少しだけ休ませてやろうぜ。ち、サキが休んでいる間、俺たちがサキの分も頑張るんだ。いつでも帰って来られるように俺たちがしっかりしないとな。うー、朝日、ニートのくせにカッコつけすぎっち。おいピン君、泣くなって。おい、ピン君。んだよ、いきなり寝んなよ。まあ、いっか。ゆっくり休めよ、サキも、ピン君も。おい、起きろっち。うん。さっさと起きろっち。なんだ、ピン君か。なんだじゃないっち。おはよう。よく眠れたか。こんな状況で寝られるわけないっち。ニートと一緒にすんなっち。まあいいや、ちょっと早いけどそちら行くか。出発進行っち。
ニートのくせに今日は早かったな。オイラのおかげっち。はいはい、お前らの方こそ早かったな。集合時間まで結構あるだろ。ヤマトさん、なんででしょう。俺はたまたまだとか言いつつさ、さっきのことが心配だったんだろ。うるせえよまあいいや。それでリッピョン、あれから先に連絡ついたか。何度か連絡してみたんですけど全くでした。明美さんにも聞いたんですけど、やっぱりまだ見つかっていないそうです。そっか、どこ行ったんだろう。オイラとっても寂しいって理由もです。なあみんな、俺たちでやれるだけのことをやってみよう。俺たちでやれること。ああそうだ、俺たちはいつも咲に頼りっぱなしだった。だから咲が笑顔で帰ってこられるように、俺たちであいつの居場所を作るんだ。咲さんの居場所ですか。俺たちがしっかりしないとまたあいつに負担かけちゃうからな。なーにカッコつけてんだよ。漫画の読みすぎだろ。お前が言うな。でもまあ嫌いじゃねえな。リウマとってもいいと思います。みんなだから少しだけ休ませてやろうぜ。きっと一人になりたい時だってあるんだよ。なんだか今日の朝日さん珍しく大人ですね。リーダーみたいです。え？は？リーダー？はい、リーダーです。今までサキさんがリュウたちを引っ張ってくれていました。だからリュウ、サキさんがいなくなっちゃってとっても不安だったんです。でも今日の朝日さんに会って不安な気持ちが和らぎました。だからサキさんが帰ってくるまで朝日さんがリュウたちのリーダーです。まあニートだけど一応年長者だしな。は？俺が？よく考えろ、俺はニートだぞ。もう何言ってるんですか。前に朝日さんが自分で言ってたじゃないですか。今日が繰り返し続けるのなら全員ニートも当然だって。前言撤回だ。ふう、都合良すぎます。だけど副リーダーならいいよ。は？言ったろ、サキが帰って来られる居場所を作るって。だから俺たちのリーダーはサキ、それは絶対だ。でたまたまリーダーが不在だから副リーダーの俺がリーダーの代理を務めてやる。はい、とっても素敵な考えです。俺少しだけ頑張ってみるよ。まあサキが帰ってくるまでだけだけどな。張り切りすぎんなよ。張り切りすぎろっち。これからもよろしくお願いしますね。急げ急げ。あれは？あかりさんですね。あんなに急いでどうしたのでしょうか。あれ？朝日たちだ！やっはー！もしかしてみんなもドールの妄想宮に行くの？みんなも？うん、そうだよ。もう団長は向かってるんだって。え？おい、それってやばいんじゃないか。中にはきっと琴美さんが。私もね、これから葵と一緒に。で、あれ？葵さん？はあ、葵のことを忘れてきちゃった。私一度帰るね。またね、バイバイ。朝日さん、このままだと琴美さんが。まあ、分かってる。俺たちも道路の妄想球へ急ごう。自警団なら琴美の妄想を容赦なく壊すはずだ。正しい秋葉のためにな。どういう意味だ。昨日別れた後団長に会ったんだよ。詳しい話は走りながらだ。妄想キュッチいっちょ。休憩ポイントっち。おいらは疲れたっち。